皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。これは、ケイさんと、情報科学第4週2コマの、遺伝的アルゴリズムについて学ぶ。これは、まあ、パーツ2のビデオです。では、前のビデオで、バイオインスパイルドシステムを紹介しました。バイオインスパイルドシステムは、なんか鳥とか蜘蛛とかアリとかを勉強して、で、その勉強したものについて情報システムを作ることです。で、バインスパイルドシステムで動物一つずつを勉強することが、まあ、それは可能で、それはいろいろな面白いシステムを作ってるんですけど、でももう少し考えると、なんか、すべての動物を作ったシステムを研究することができるんですね。つまり、自然でその動物はどこから来たんですね。蜘蛛がどこから来た、アリがどこから来た、鳥はどこから来たですね。その動物を作ったシステムを勉強して何ができるんだろうですね。まあ、その動物を作ったシステムというのは、まあ、この絵でわかると思うんですけど、チャールズ・ダーウィンを発見した進化論の話です。まあ、地球にある全ての動物は進化でできたので、私たちも進化を勉強すれば、なんか何をできるコンピュータシステムを作ってるんだろうですね。つまり地球にいる動物の素敵な多様性は進化のおかげです。そうすると進化を勉強して人工進化の力で素敵な多様性を持つ不思議な情報システムを作ってるのか。これについて今回のビデオで話したいと思います。まず、進化について少し復習しましょう。まあ、これは本当になんか高校レベルの簡単な進化ですので、生命を目指している学生にはこれは簡単すぎかもしれないですけど、それを許してください。はい、進化の復習を。まず、ここで一番着目したいところは、自然な選択。natural selection って英語で言うんですね。これは環境に適応できる生き物がもっと長く生きたりとか、もっと子供が産めたりできるんですね。そうすると、その環境にふさわしい、生き物が増えていく。逆に、環境に適応できない生き物が死んでしまって生き残らなくて、どんどん減っていく。まあ、それは進化の一番一つの鍵ですね。よくある例を一つを覚えましょう。これはイギリスの田舎で存在した白いガと黒いガについて。それとなんか産業革命、人間の産業革命について。イギリスの田舎は昔はこの白い色の木がいて、でそれに対して白いのガがよく隠ることができる。白いガが白い木で隠れて鳥に食べられなかった。ですので、環境に適切であったので、白ガの方が多かったです。だけど、まあ、200年前、イギリスの、産業革命の影響で、ポリューションが、ね、ですね、なんか、結構、木の質が悪くなってて、で、その木も汚れてて、黒くなっていきました。木の実が黒くなっていきましたですね。で、そうすると、白いガが見やすくなって、逆に黒いガが見にくくなりました。ですね。そうすると、どちらが環境に適応になったのかですね。なんか、黒いガが隠れやすくなる、あと、見にくくなっていて、食べれなくなっていて、その、イギリスの中で、白いガより黒いガがどんどん増えていきました。まあ、これは自然なって選択の、アイディアです。適応に合わせる、環境に合わせる、生き物が増えていきます。次は、遺伝子、そして突然変異について。を復習します。まあ、遺伝子はみんな知ってると思うんですけど、生物の中に、その生物の、特性を、の情報を保存するものですね。
親が子供を産むときに、その子供が親それぞれから遺伝子をもらって、で、そのもら、親、あと親からもらった遺伝子によっては子供の特性もある。サイズとか、目の色とかですね。で、たまに、遺伝子が突然変異があります。ですね。突然変異によっては遺伝子に新しい情報が入って、生き物に新しい、特性が出てくる。ですね。その遺伝子、その新しい特性が、なんか突然変異によって現れた新しいと、あと、特性は必ずしもいいことではないんですね。いいこともあったりとか、そう、まあ、悪いことでも出てくることがあります。では、その3つで、自然な選択、遺伝子の、宣伝、および突然変異、その3つを合わせて進化からどうやって新たな動物が出てくることが理解できます。ですね。それで、そのアイディアを考えて、アルゴリズムを作れるのか、作れますか。ですね。進化のアイディアを使ったアルゴリズムを勉強しましょう。それは、遺伝的アルゴリズムと言います。ですね。遺伝的なアルゴリズムとは、なんか進化のアイディアから作られたアルゴリズムです。まあ、バイオインスパイレードコンピューティングのもう一つです。遺伝的なアルゴリズムとは、進化の仕組みを使って汎用的な問題を解決できるためのアルゴリズムです。まあ、進化的なアルゴリズムを説明するために、まずこの簡単な問題について、見ましょう。この問題が、まあ、老化と電気の問題と言います。まあ、例の問題ですね。老化を、なんか、老化を明るくするために電気をつけたい。ですね。で、あと、老化のつけたり消したり、老化の中にある電気をつけたり消したり、老化を明るくしたい。できるだけ暗いところがないようにしたい。でも、で、これは大事ですね。でも、いらない場所に電気をつけっぱなしをしたくない。ですね。これを見たいですね。ここだと、この電球がこれぐらいを明るくして、この電球がこれぐらい明るくする。これはいい例ですね。一方、これが悪い例ですね。なぜかというと、この電球がこの3つの場所を明るくしている。1、2、3。でも、この電球がこの3つの場所が明るくしている。1、2、3。これはね、なんか二重に明るくされているので、これはもったいない。なので、これを避けたい。逆に、ここが、この電球だけをつけている。これで1、2、3を明るくしているんですけど、ここはまだ暗い。で、ここもまだ暗い。だから、これも避けたいですね。で、まあ、廊下ではなんかたくさんの電球があって、どの電球をつけた方がいいか、どの電球を消した方がいいとかをアルゴリズムで決めたい。まあ、これは普通のアルゴリズムで計算することができるんですけど、勉強のために、遺伝的なアルゴリズムで、この問題を解けましょう。まあ、遺伝的なアルゴリズムは重要な部分3つがあります。1つずつを勉強して、なんか遺伝的なアルゴリズムの仕組みを分かりましょう。まずの重要な部分が、遺伝子構造です。遺伝子構造は何かというと、問題を解答案の1つをコンピュータに分かりやすい方法に表現できるデータ構造です。ですね。コンピュータがなんか電気をつけたり電気を消したりとか言葉わからないので、まずコンピュータがわかる方式で問題を説明しましょう。この老化と電気の問題に対しては、まあ、これはそんなに難しくないですね。コンピュータが0、1わかりますので、老化にある電球を、0、1にしましょう。つけてる、電球は1。消してある電球が0。ですので、まあ、こういうふうな老化が、なんかつけた
消した、消した、つけた、つけた、つけた。ですので、これは1001110001ですね。だから、なんか廊下を明るくするために、こういうふうに電気をつけた方がいいよとかって言いたいなら、コンピュータがこれを書いてもらいたい。ですね。逆に、ここですね。つけた、つけた、消えた、消えた、消えた、つけた、消えた、消えた。これね、1100010000。ですね。最後に、まあ、これは実際の回答ですね。これは実際の回答ですね。なんか、もったいない電気をつけてないし、すべての場所が明るくしているですね。これは1001001001ですね。ここ見ると同じですね。1001001001。まあ、これは遺伝的なオーガニズムの中の遺伝子という。人間の遺伝子が G、A、T、C、4つのシンボルがあるんですよね。遺伝的なオーガニズムの遺伝子はこの場合だと2つだけある。0と1だけです。0と1の遺伝子でこの回答を作れます。で、遺伝的なオーガニズムの重要な部分の2つ目。これは適応度関数。まあ、遺伝子を持ってます。で、その遺伝子が、回答を表します。その回答がいいかどうかを判断するのは、適応度関数ですね。適応度関数は1つの回答がどれぐらい適切なのかを計算します。で、なぜかこれ重要なのかというと、自然選択のように適応度の高い回答が残されて、適応度が低い回答が消されます。ですね。つまり、適応度の高い生き物が残って、適応度の低い生き物が死んでしまいます。まあ、この問題の場合ですと、さっき言ったんですね。電気をつけたい。まあ、明るくしたい。廊下を明るくしたい。だけど、もったいない電気を、つけたくない。ですので、そう考えると、適応度関数も難しくないですね。明るい場所の数を数えて、それを足して、で、あとは、つけた電球の数を引く。ですので、そうすると、廊下が明るくなれば、適応度が上がります。電気をつけると適応度が下がります。ですね。この3つの例を見ましょう。ここがね、明るいところが1、2、3、4、5、6、7。これはじゃないですね。8、9。だから明るいところが9です。あ。で、どれぐらい電気がつける ?1、2、3、4、5。5つの電気がつけてる。ですので、適応度が9、マイナス5、4。です。で、ここを見ると明るいところが1、2、3、4、5、6、6箇所です。ですね、プラス6。で、つけてる電球が1、2、3、6、マイナス3。この回答の、適用度が3となります。で、最後に、ここの回答ですね。明るいところはすべてですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。で、つけてる電子が4つ。1、2、3、4。ですので、ここの適応度が6。で、これを見てるときに、下の方が適応度が高い。上の方が適応度が低いです。あ、すみません。真ん中の方が適応度が低い。ですので、進化論的、遺伝子アゴリ、遺伝的アゴリスムの中で、真ん中の方が死んでしまって、下の方が増えていきます。じゃあ、遺伝的アゴリスムの重要な部分の最後です。それは、遺伝子交差と、突然変異です。ですね。まあ、適応度で遺伝子を評価して、次は遺伝子を子供を産ませる。ですね。そのためにどうやって子供を作るのかというのは、これは、遺伝子の、交差、つまり、親回答の遺伝子を混ぜることです。あとは突然変異、親の回答の遺伝子を変更することです。例えば、この2つの遺伝子から、新しい遺伝子を作りましょう。
で、交差は、あと、これはなんか自然の交差のイメージですね。真ん中をなんかクロスして、で、その部分を交換する。これと同様に、このピンクのところと青いのところを交換する。青いのところが上から来てますね。青いのところがここと同じですね。で、ピンクのところがここから来てます。で、これでなんか新しい回答を作れます。あとは突然変異。突然変異がどれがの位置、どれがの電気をつけたりとか消したりするとかですね。新しい情報が入っています。ここはちょっと色が見えないけど、この緑の色が変わりました。ですね。で、交差と突然変異で新しい回答を作れます。では、全部合わせましょう。遺伝的アルゴリズムは重要な部分が3つがあります。遺伝子構造と、適応度関数と、すみません、遺伝子構造と適応度関数と遺伝子交差と突然変異ですね。で、その3つを決めた後に、アルゴリズムの流れはこれになります。1、まずランダム回答で集団を作ってアルゴリズムを開始します。で、ステップ2、集団を適応度関数を使って、評価します。ステップ3、適応度が低い方の回答を消します。ステップ4、残った回答を遺伝子交差と突然変異で新しい回答を作ります。ステップ5、ステップ2に戻ります。で、これを反復しますね。2、3、4。各反復で、どんどん、遺伝子の、適応度が上がっていて、どんどん、いい答えが、に近づきます。それを見るために、この映画を見ましょう。これは、遺伝的なアルゴリズムを使って、車の形を進化する。はい、ちょっと見ましょう。この動画で、まず、ここを見てください。これは適応度です。ですね。どれぐらい車が走ったのか。それぞれの車は違う遺伝子が載っています。その遺伝子について、後で少し話しますですね。で、見てる通りにいろいろな変な形。最初、遺伝的なアルゴリズムの最初の答えがランダムなので、変なことはたくさん出てますね。なんかこの角がある車とか、3つの車輪がある車とかですね。でも、なんかその中で、ちょっといいものが出ていて、いいものが、長く走っています。この車。で、一番いいものがここに残っています。ですね。さっきの。これは一番新しいベストで。これは新しいベストですね。まだ。で、ここはどれぐらいとめ、どれぐらいのでしょう。そう、これはニューベストですね。どんどん、これを見てる通りに、車輪が大きくなって、体がなんか狭くなって、これは、進化の影響です。で、すごい、なんかどんどん、この、なんで狭いかというと、見た通りに、なんていう、光返した場合だと、まだ走れるんですね。前の、なんか高い、体が高い車の場合だと、逆になんか回転してしまったときに走れなくなるんですけど、この車を回転してもまだ走ることができますので、それは適切であった。あと、なんかこの環境の中に。あ、これ面白いですよね。なんか真ん中に、車輪が出ましたね。なぜかというと、ここの、なんかこの部分がもっと走れるためにこの車輪がある。まあでもあれはそんなにすごいなんですね。なんかあと、車輪をもう少し開いて、早く走れるかな。あと、これで終わりかな。
はい、で、これは終わりです。これは一番ベストな車でした。はい、このさっきの車を進化する遺伝子を入れてきたアゴリスムを少し解説しましょう。まあ、適応度関数がビデオで見た通りに、どれぐらい車が長く走ったのかですね。あと、遺伝子交差と突然変異が前の、老化と電球と同じなので、これは話さないですね。でも面白いのは、その遺伝子構造です。まあ、あと、電球の場合だと、電球がつけてるか、消してるかだけなので、これは簡単、とても簡単な遺伝子なんですけど、車をの形を説明する遺伝子はもう少し複雑ですね。何かというと、まあ、筋ですが、車の、半径線ですね。ここ。これの長さですね。L1 は、これは L1 ですね。ここが L2、ここが L3 ですね。だから、ここがなんか 3.1。ここが、4.3、もっと長いですね。ここが 2.5。あと、半径と半径の間で、角度が違いますので、角度も遺伝子の中に入りますですね。だから、L1 と L2 の間は、角度が 1.4 ですね。1.4 が、まあ、π の大体半分ぐらいですね。で、次は、L2 と L3 の間に、結構狭いですね、この角度です。角度が 0.1 ですね。で、L3 と L4 の間に角度が 1.1 とかですね。あとは車輪ですね。車輪はどこで、かけてるんですね。なんか車輪1は前にいるので1。車輪2がここにあるので2。で、車輪のサイズ。この数字すべて合わせて、この車の遺伝子となります。で、この遺伝子を突然変異で、交差で新しい車が出ていきます。はい。まあ、遺伝子、遺伝的アルゴリズムがシミュレーションだけじゃなくて、実際に社会で使われているんですね。遺伝子アルゴリズムがいくつかの工学的な問題に提供されています。特に、部品の設計、つまり物の形、を、決まるには、物の形を計算するには、なんか、遺伝的アゴリズムが優れています。この2つの例を見てください。左の方が人工衛星の中に必要なアンテナです。このアンテナが遺伝的なアゴリズムで作られた。で、これをちょっと着目したいところなんですけど、この形が正直に言うと変です。人間の、エンジニアが、こういうふうな、なんか、すごい、曲がってる形が作れないんですよね。アンテナが、人がアンテナを作るときに、まあ、こうな感じですよね。または、こうな感じですね。なんか、まっすぐで、そして、なんか、バランスな形なんですけど、遺伝的アルゴリズムが作ったアンテナが、こういうふうな変な形が出てきます。これはね、なんか遺伝的なアルゴリズムのすごい僕が好きなポイントです。人間が考えられないか、回答が遺伝的なアルゴリズムが考えられる。ですね。ですので、なんか遺伝的なアルゴリズムで問題で使うと、たまに人間が考えられない、存在、なんていう、考えられない、なんかびっくりされる答えが出ますので、それはまあ遺伝的なアルゴリズムの魅力です。あと、右で見ると、まあ、あと日本の、新幹線の、前の部分の形も遺伝的なアルゴリズムで作られているんですね。ですので、なんかどんどん社会の中で遺伝的なアルゴリズムが活躍されています。じゃあ、ではパーツ2のまとめ、遺伝的アルゴリズムについて。遺伝的なアルゴリズムとは、進化論のアイディアを用いた汎用的な問題解決方法です。ですね。ですので、なんかいろいろな問題を解けるために、遺伝的なアルゴリズムが進化のアイディアを使います。で、遺伝的なアルゴリズムの主な部分が3つです。適応度関数と遺伝子構造と突然変異ですね。
適応度関数が遺伝的なオグリスムから来ている答案が、問題に使えるかどうかを評価します。ですね。で、遺伝子の構造がコンピュータに分かりやすい、問題の表現ということです。で、遺伝子交差と突然変異が、その古い個体から新しい個体を作る方法です。で、遺伝的なオグリスムの2つの例を私たちは見ました。まずは、なんか、簡単な老化と電気の、問題です。老化を明るくするために、つけるべきと消すべきの電気を遺伝的なオグリスムで計算しました。あとは、車の形を進化させる遺伝的なオグリスムを勉強しました。遺伝的なオグリスムは特に、部品設計問題に優れていて、クリエイティブな答案を作成できる魅力があります。では次回、進化のアイディアを用いた遺伝的なオグリスム以外、他の計算システムを2つを紹介します。それは遺伝的プログラミングと自己制御。ぜひ見てみてください。